あ、これはボーナスポイントももらえずに終わるような感じが。釣り大会こんなに苦手やったっけ。皆さんおはようございます。ただいまのアイナトーン時刻は2023年7月8日土曜日の午前10時53分です。本日は夕方6時まで広場で夏の釣り大会が開催されています。それでは今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。ほいということで今回もやっていきたいと思います。なんで私セーラー服着とんやろうな。あれか、夏らしい格好しようと思ってセーラー服になったんかな。え、あれよね、前回の動画の中では多分こんな格好にはなってなかったと思うけん。てか前回あれよね、虫取り大会やったよね。ちょうど今回は魚釣りだわ。ウェイウェイ、久しぶりじゃん。イケてる魚コレクターのジャスティンだぜ。今日一日アイナトーン釣り大会のホストをやらせてもらうからよろしく。てか釣り大会ただいま開催中だよ。午後6時まで受け付けてるからガンガン参加してくれよな。釣り大会のルールは簡単。制限時間3分以内にできるだけたくさんの魚を釣ってね。釣った魚の数に応じてポイントがもらえるよ。ポイントを貯めたら俺がプロデュースした魚グッズと交換できるからガンガンチャレンジしてくれよな。ちなみに釣った魚はそのテントの下のクーラーボックスに入るシステムになってるからね。つまり釣り竿1本あれば持ち物の空きとか気にすることなくいつでも参加できるってことさ。じゃあ早速だけど釣り大会に参加しちゃう。今日初めての人は参加費無料だよ。え、いつもどれぐらい釣りよったっけ。虫取りはまあ12、3ぐらいやったよね。ウェイ、そうこなくっちゃ。それじゃあ今から3分測るから魚をたくさん釣り上げてくれよな。3匹以上釣れたらボーナスポイントもつくから頑張って。じゃあ行くよ。え、10もなかったよね釣ったの。10もいったっけ。絶対行ってないと思うよね。とりあえず拾う。魚釣り、魚釣り、魚。お、全然違った。船の影だった。え、一匹もいなくね。え、待って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 、え、魚影が一切ないんですけど、そんなことある。うー、びっくり。え、マジ一匹もいない。やっと一匹。え、だって見て見て見て、やばくない？時間。約1分ほど経ってやっと一匹なんやけど。3匹ぐらいで終わるんやないん。ちょっと大会に合わせてさ、主催者側も若干放流してくれるとかそういう措置がないと。無理だと思います。3匹以降がボーナスポイントやったよね。とりあえずあと1匹釣ったらボーナスか。みんな結構参加しとるね。これ気づいてくれるかしら。お、来た。いい。なんかちっちゃい魚ばっかりやな。え、でも一応あれよね、釣り大会は釣った魚の数よね、大きさじゃなくて。マジでおらんや。やばくない？ちっちゃいのばっかりないけど、マジ。こんなにも見事に小さいのばっかりかねってぐらい小さいのばっかりなんやけど。サメとか釣りたいな。なんか大きさ関係なかったとしてもさ、大きいの釣りたいよね、なんか。いや、一応見つけたら全てに投げるけどさ。あ、え、マジやばいって。え、いつもどれぐらいだ？
でもこの感じで言ったらさ、あれよね、5、6匹ぐらいよね。釣り大会フィニッシュ。え、でもそんな少ない？え、そこまで少なかった？いつも。それはそれでない気がするんやけどな。そんなもんなんか。わからん。ちょい待って、一旦メッセージボトルを。名前も知らないあなたへ。読書が大好きな私が今読んでいる物語をイメージした DIY のレシピを考えたんです。私しか知らないのがもったいないので、このレシピをあなたに託します。材料さえあれば簡単でしたよ。ハンドメイド大好き、モヘア。モヘアってどんな子やっけ？丸太のロングソファー。知ってるー。知ってたー。ソファーってふかふかしたイメージあるけど、あ、でもそっか、丸太にクッション敷いたらもうソファーでいいんかな。ウェイウェイ、お疲れ様。魚たくさん釣れたかな？全然。でもなんか、参加率いいっすね。なかなか釣れないものね。だってば。全く釣れんかった。こっちにもいたわ。なかなか釣れないものね。素敵ね。素敵じゃないんすよ。この島で一番の大物を釣り上げるぞの心。川では無理かな。お魚やーい、球児と遊ぼうよーだぞ。かわいい。めちゃくちゃかわいい。ほっこりしますね。今日は大物が釣れそうな気がするぜ。てか、ほぼ全員参加しとんやない？なんかねえ、すみません、この沖がいつ動くかと思うと目が離せないんです。たぶんすごいね、この参加率。じゃ、もう一回参加しよう。私納得がいかない。5匹では納得がいかないよ。ルーシーもいた。あと見かけてないの誰だ？ハンナちゃんとかか。だからさ、こっち側に魚がいなさすぎて、一応今一匹見つけた。さあ、浮きに気づいて、お、かいかい。待って、やべえ、タイミングが。ん？なんか今飛び上がった？気のせい？なんか今、え？何今の？え？気のせいか？網長長魚じゃなかった、長長魚。え、なんかさっきあの辺で何かがジャンプせんかった？いや、気のせいなのか。あ、やべえ、クソ、魚がいることに気づかず走ってしまったぜ。ちょっといないと油断してしまった。さあ来いよ。やべえな、またしてももう半分ぐらい経ったのに2匹しか釣れてないな。でも一回あれよね、逃がしてしまったんが痛いよね。いいよ、あのタイミング、引っ張り上げるタイミングが悪かったのと、走って逃がしてしまったの。これはボーナスポイントももらえずに終わるような感じが。釣り大会こんなに苦手やったっけ。まあ、でもいつもこんなもんやったのかな。いや、少なすぎやろ3匹は。一人で突っ込むけど、3匹はさすがに。うは、釣り大会フィニッシュ。嘘。なんてこったい。お、こんなところでも釣りしてたの？お、お母ちゃん。
おーい、お魚ちゃん、あたいに釣られちゃいなよ。あは、かわいいけど人んちの目の前でそんな大声で二人以外はみんな参加しとんじゃない？そうやってじっくり見られると緊張しちゃいますよ。ごめんごめん。多分今回2人以外全員参加しているのでは？全部で10人が10人。違うんよ。シャレじゃないよ。1,2,3,4で5やろ？で5のあっちにマミーさんがおって6で、モニカがおって7で、家におるのが2人。あれ、あと1人は誰だ？あと1人誰だ？誰かいます？あ、一徹がここにおる。ね、やっぱりすごいな、2人以外全員参加か。逆に2人どうした？逆に2人なんで引きこもってんの？ねえねえねえ、あ、先にちょっとお金と交換してもらおう。嫌な言い方。ベイベイ、お疲れ様。魚たくさん釣れたかな？君がチャレンジ中に釣った魚はテントの下のクーラーボックスに入ってるから、後で確認してくれよな。よし、買い取ってください。あと、まあ何個か景品も交換しとくか。交換した景品はね、結構っていうか、もうダブりまくるけん後で売り飛ばすっていう。5ポイント。はい、さあ買い取ってください。クーラーボックスとかみじんも確認してないけど、チョウチョウとか結構値段いくんやない？いかんっけ。全部買い取って。オッケー、任せて。君のクーラーボックスの魚は3匹、種類はと。2400ベルか。いや、でもさっきよりね、だいぶ少なめで、こんだけっていうのは、1匹あたりが高かったのでは。あざす。さあ、ちょっと、ハンナちゃんちんでも行ってこようっと。入るよ。ねえ、何やってんの？あ、アイナちゃん、最近見なかったけど旅行でも行ってたのかい？行ってないよ。一声かけてくれりゃいいのに。あんたってば水臭いね。だってね。ねえ、その埴輪って私あげた？絶対元からはなかったよね。ん、なんだい？だってね。おしゃべりしよう。お、ハンスルセーラー服か。ずいぶん気合い入ってるね。そういうノリの服だったらハートの髪飾りとかもいけるんじゃないかな。ほら。あ、マジでありがとう。コーデしてくれるの？うちが持ってるよりも今のあんたが使った方が良さそうだから、もらってやってよ。だってね。ただこれ今カツラなんよな。ハートの髪飾り緑どう？かわいい。ねえねえん？言い忘れたことでもあんのかい？だってね。いや、全然ないですけど。釣り大会に出ないのかって？そうそうそう、なんか今日は釣りって気分じゃなくてね。うちは気が向いた時に好きなことやるのが信条なのさ。まあ、それがいいよね。まあ、魚は好きだし釣りも嫌いじゃないからね。また今度参加するよ。だってね。まあ、強制参加じゃないけんね。これも私があげたやつかな。この家はうちのお気に入りでいっぱいさ。好きなものには囲まれたいたちなんだ。誰に何て言われてもね。だってね。大丈夫、別に否定するようなものはないよ。中身はどんな感じかな、ちょっとだけ覗いてみよう。え、なに、中身見れるんや。なるほど、こういう感じなのか。服がしまわれてあるんやね。なんか今まで結構さ、ごちゃごちゃしとるとか、なんかそういう漠然としたコメントだけじゃなかった？今の多分私は初めて見た気がするんだけども。あ、なんかいいね。
夏の女子高生って感じ。めちゃくちゃいい感じですね。ハンナちゃんにコーディネートしてもらったし。んで、アンチョビア、アンチョビア。どうも。君も参加なのよね。あ、ハイダくん、ずっとお留守みたいだったから心配してたんだよ。そうそう、君がいない間にすごいことがあったんだ。なになに？あのね、あのね、なんだっけ、その話はまた今度ね、弟子。そのまた今度がまたさらに先なんだよ、きっと。ふわー、どうしたの、弟子。おしゃべりしよう。僕のこの格好素敵でしょ。シロリアンのオーバーオールを着ると、それだけでセレブな気分になれちゃうんだよ。え？セレブ系なのそれ。まあ確かに、お坊ちゃまみたいな。かっこいい大人になるためには、こういうのもバッチリ着こなせなくっちゃねえでし。ごめん、お坊ちゃまって言っちゃった。かっこいい大人なんやね。やっほー。何かご用なのでし。話しに来てよ。釣り大会は釣ったお魚の分だけポイントもらえるでしょ。でも前に釣ってたお魚を持っててもダメなんだ。ピチピチの釣りたてじゃないと、弟子。釣りたて。そっか、前のやつとかは買い取ってもらえんわけ。お気に入りのものに囲まれた居心地最高の僕のお部屋、みんなに自慢してるんだ、弟子。いいね。これは？あ、ちゃんと浮くの？え？めちゃ高く上がったんですけど。これは。あ、降りてきた、降りてきた。すごい。なんか私の知らない反応がいっぱいあるな。え、反応なんか追加されたりとかした？これは何もできないの。え、これなんか前までコメントなかったっけ？気のせいか？じゃあね。なんか DIY 用の作業台がある子と、キッチンがある子に分かれたんかな？なんかあれだな、久々に触ってみたりとかしたら、よくわからない反応がいっぱいあるもんだな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。おっと、最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。